いてこんなん90度前後回転のがいけそう。あ、いけなかった、きっつ。あ、だいぶ柔らかくなったんじゃない。こんにちは、シエルです。最近運動不足なので今日から運動を始めようと思いまして、でまずはストレッチからね始めていきたいなと思います。で私ね、もともと新体操選手だったんですよ。選手っていうほど上手くなかったんですけど、新体操やっていたので、例えば Y 字バランスは I 字を超えたこっちの逆 Y みたいな感じにぐらい体がやわやわだったんですね。まあ、股関節がすごい柔らかくて、新体操の後にダンサーとして活動してて、その時もやっぱり毎日ストレッチをしてたからやわやわだったんですけど、もうここ数年は全然ストレッチもしないし運動もほとんどしないので体が大変なことになってしまったので、まずは1週間チャレンジということで1週間ストレッチを続けてどこまで柔らかくなるかを検証してみたいと思います。ヨガマットがあるのにやらないからね、私は。ねえ、ダメだね。まずだから今さ、私がどれぐらい体が硬いかを今披露するね。開脚がさ、もう痛い。もう痛い。開脚なんてもうさ、ペターンってなってたの。もうダメだ。こんなん90度。いてて。どうしよう。小さい頃から股関節が柔らかかったからさ、なんか痛い人の気持ちが分からなかったの。今は分かる。これはきついね。いててまずはちょっとダンサー時代のストレッチから。あ、これがもう痛いもん。右より左の方が硬いから、前後回転するのはいけそう。あいけなかった。あ、きっつ。姿勢をさ、正すことがさ、もう痛い。こう背筋を伸ばすことがまずできません。ぺったんが当たり前だったんだけど遠い。まずは1週間どれぐらい柔らかくなるか見ててください。ちょっとあれの時間1日目終了。今日はストレッチ2日目です。普通に開脚するともうこれが痛いんですね。なのでちょっとずつ伸ばしていきたいと思います。ストレッチするときはね、息をねふーって吐くといいんですよね。体が柔らかかったときはこれのさ意味が分かんなかった。いてて、ちょっと柔らかくなった。あ、痛い。無理か。確実に左のが硬い。ストレッチしてるだけでやっぱ体があったかくなるね。まあ硬いね。で、今日は肘をつけるのが目標。柔らかくなった気がする。よいしょ。
よいしょ。ちょっと成長してる気がするよ。昔は足がこっからピョンってついたわけですよ、こうやって。そんな感じでした。引き続き頑張ります。はい、シエルです。ひとまず1週間ストレッチをしてみました。動画を合わせなかった日もあったんですけども、寝る前にね、毎日痛い思いをしながらちょっと体を伸ばしたら結構ね、柔らかくなった気がするので、どれぐらい柔らかくなったかをご覧ください。ダンサー時代からやってる自己満自己流ストレッチ方法です。1週間でだいぶ柔らかくなった気がします。でさ、私ダンサーやってたから、自分の中でカウント取りながらねやるんですよ。基本的に8カウント、1、2、3、4、5、6、7、8、この8カウントを2、8か4、8でやるんだけど、とはいえ海外ドラマ見ながらやってるんだけど、あと自己流だから正しいかはわからない。とりあえず自分の中で痛みを感じて、あ、伸びてるなって思い込むようにしてます。あとこっち側、今やってるの右側なんだけど、左側やるときは倍やってる。やっぱ左の方が硬いんだよね。これをやりながらさ、自分の中で1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8って数えてる。で、見て驚かないでくださいよ。これがほら、つくようになったの。前後開脚ができるようになりました。痛いけどね。新体操とかで言うとね、この膝の向きとかつま先の向きとかそういうのがいろいろ大事なんだけど、ちょっと一旦今はそこは無視してる。自分なりの精一杯をやってます。一日で全然つかなかったけど、これができるようになりました。新体操やってた時はさ、前足パイプ椅子、後ろ足パイプ椅子でこうだったんだよ。そういうことやってたよね。まだこの状態でリラックスはできません。このポーズはね、最近のオリジナル。昔はこんなポーズはやってなかったけど、このポーズが痛くて、ここが伸びてる感があるんだよ。左はまだ硬くてつかない。出て出て、開脚ですよ。まあ、これはね、あんまり柔らかくなっ、やべ、これはあんまり柔らかくなった感じがね、そんなにしないんだけど、なんかストレッチすると新体操時代を思い出すわ。新体操時代何が一番きついって、減量だよ。痩せてないと点数が出ないって言われてたから、練習終わり毎回体重測るんですよ。で、痩せてなかったら走るみたいな。いてそう、全然痩せないから水分抜いたんだよね。そしたら倒れちゃって、ちっちゃい頃にそういう過激なダイエットをやってしまったのは良くなかったなって思う。今の方が痩せようと思ったらすぐ痩せれるよね。なんかやっぱり食べ盛りの時だと痩せられないんだよね。はい、ちょっと柔らかくなった気がする。これもさ、本当は膝とつま先は上を向いてなきゃいけないんだけど、こっちに来ちゃう。まだまだ硬いね。痛いし、まだここが角度的に全然180度じゃないって。これも現役時代はパイプ椅子とパイプ椅子に乗せてストレッチしてたね。前の字バランスね。はい。あ、だいぶ柔らかくなったんじゃない？頑張れば。1っぽい。まだつかめないか。ててまだ I の字はいけないけど、まあ、Y の字バランスぐらいやったらいけるようになりました。はい。もう1週間ぐらいは続けたいと思います。